これ美味しいって思う人多いんじゃないですかね、これ日本の中で。うわダメじゃん、これやっぱ消えられないよ。どうもこんにちは、ケビンです。山です。山です。日本で手に入るアメリカの飲み物、飲んでみたーい。やーやった、楽しみ。から飲み物ね、楽しみだ。例えばドクターペッパーとかちょっと見はするよね。そうだね、うん、存在を認知はしてはいる、うん、けど、うんうんうん、ちょっと飲んだことないって人も多いんじゃないかっていうものを。はい、あ、なるほどね。コカ・コーラとかじゃなくて。ではなくね、あ、もうコカ・コーラ、あれはもう日本のものにしましたから。してないですあれはアトランタ本社がありますからね日本のものにしないでいただければと思います、ね、日本のものなのでもカウントはしておりません今回、まあ、みんな飲んだことあるからね。そうそう、はいはい、やらんでもわかるっていうちょっと珍しいというかね、うん、まだ日本は手に入れてないものというイメージをやっていきます。やっていきましょう、はい、大丈夫かな。なんか逆に言うと日本には受け付けられてないものっていうことになるわけじゃないいや、わかんないよ、ま、それをだから今回飲んでほしいんですよ。そうだ、ね、美味しいかどうかちょっと聞きたいですよ、はい、私としても。じゃあドリンクをいきましょう。持っていきましょうか。こちらでございます。見たことあるのもあれば、まあ、ないのもあるね。まず私これです。私はね、これ一番この早く飲みたいんですよ、はいはい、あ、そうなんですか。正直ドクターペッパーとかさ、うん、セブンアップとかさ、うん、なんか何レストランとかさ行けば、ね、あったりするじゃん。ある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 。これは見たことないでしょ。ない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 。オーシャンスプレーっていうねブランド、よくアメリカで飲んでたんですよ私。有名なんだ。はい、初めて聞くね。ね、じゃあ早速飲んでいきましょう。はい、じゃあ1個目、こちらのクランベリージュースいきたいと思います。この先ほども言った通り、このオーシャンスプレーっていうのがね、よくアメリカで飲んでたものだったので、うんうん、すごい非常に楽しみです。懐かしの味。そうです。これ何リットルなんですか、ちなみに。一ボトルで 2.83 リットルだね。では、いきたいと思います。はい、はい、見た目は非常に普通、うんうん、そうだね。これいいよ、こんなに書いてまだわかんないでしょもう苦手前提の量でこれさ、アメリカにしては珍しく 100% ジュースって書いてあるし、うん、珍しく、アメリカにしては珍しくノーアディドシュガーって書いてあるし、うん、ああ確かに確かに本当だよね。だからアメリカにしては珍しく美味しいかもしれないこれ、うん、これちなみにね、クランベリーミックスジュースって書いてあって、クランベリーとリンゴ、ブドウ、香料、増粘剤などが入っております。 100% ジュースだから、 100% クランベリージュースだから、そうとは書いてある。 100% のジュースだね。そんなこと誰も言ってない、うん、オーシャンスプレーの闇だから怒られるぞオーシャンスプレーにBlend of three juices って書いてある。3種類のジュースのブレンドですからこれは。でも写真はクランベリーしか使わないよ。そうだよ。いただきます。いただきます。あ、美味しい。酸っぱいね、結構ね。酸っぱい。もう今まで、ね、あー、欲しい、甘ーって言おうと思ってたんだけど、うん、日本で言うところのシソジュースぐらいのなんか、うん、わかるわかる。爽やか、酸っぱさ。確かオーシャンスプレーはどれもなんか爽やか系だった気がする。甘みはそんなに来ないかも、うん、これ山ちゃんでも飲めんじゃない、うん、普通に。なんかごくごくいけたらね、これ ね、いけるいける。レモンとかの酸っぱさにやっぱ近いっていうか、うん、ごつい見た目にしては爽やかな。ほんとほんと、全ての飲むのは甘々なわけじゃないですからねこういうのもありますから。美味しい。1本目で使って大丈夫だった間に挟まないと耐えられないかもよ、この後美味しい、意外、うまいみたいな感じかと思ったら、なんかこう、うまいってぐらいの感じ。あれまり美味しくないと思う。いや、違う違う、そういうことじゃなくてジャンキーじゃないというかね。非常にスッキリしてましたね。そうですね。まあ、ただでちょっとね、こう、甘いです。あ、嘘、うん、感じちゃいますか。え、甘ぬめじゃん甘ぬめりって言わないの。甘ぬめりって言うなって。だから流行らそうとすんなって甘ぬめり。でもコメントすでに甘ぬめり、甘ぬめりするんだよ。それ流行らそうとしたこれは全くぬめりないからね。ないないない、さらっとしてる、うん、いや、美味しいですこれは。はい、はい、では続いて次の飲み物、こちらセブンアップ。おお、これはね、結構そのドリンクバーにある時ある、セブンアップって。 ある、ま、だけどめちゃくちゃ一般的ってほどではないよね。そうだね、そうだね。これ美味しいって思う人多いんじゃないですかね、これ日本の中でも。レモンとライムが入ってるのが特徴的なんですね、セブンアップっていうのは。見た目がね、クリアなんですよ、ね、クリアだね。いただきます。美味しい。うんうん、なんかポカリを感じるんだけど。あ、わかる。あ、なんかポカリの炭酸バージョンみたいな。確かに。だからっていうさ、飲むわけじゃん。グリーンだからじゃないよ、オリジナルだから。うん、白い時のね。そう、それに近くない。どっちもわかる。でもなんかそのスポドリみたいなの、うん、
炭酸みたいな。これ見た目より甘いね。あ、本当ですか。なんかこの透明だからさ、もっとソーダなのかと思ったら、なんか炭酸はあんまり強くない。そう思った、そう思った、ね、甘スポドリみたいな、うん、スポドリって結構甘いからね、ポカリとかって。確かに俺思ってたセブンアップとちょっと違ったかも。どういう違う？なんかもっと三ツ矢サイダーとかと同じような認識でいたけど、ちょっと違うというか、炭酸もちょっと弱いし甘いっていうか、結構スポドリっぽい味がする。言葉失っちゃってるよ。全然盛り上がんないじゃん。ダメじゃんこれ、やっぱいけるられないよ。セブンアップってアメリカではどんぐらいのポジションなの？日本でいうとどのぐらい？ファンタホーダーな。CC レモン。あ、よりちょっとした。まあ、メジャーだね、でも。一軍。一軍だね。一軍に入ってる。でも、トップオブトップではないんだ。違うね。なるほど。うん。トップオブトップはやっぱりコカ・コーラとなりますね。ああ、なるほど、なるほど。そう。まあ、はい。セブンアップは普通に美味しかったよね、と。美味しかったよね。まあ、その中の上。中の上おいおいおい、中の上ケピフルね。自分の飲んだ時の反応。中の下ぐらいの話だよ、自分は。飲み慣れてますから、うん、私は。だってコカ・コーラ飲んでそんな反応してますか？美味しかったりするよ、ね、するよ。ずるいよ、それは。美味しかったですよ。美味しかったです。では次、スーパーコーヒー。何これ？これはマジで見たことないわ。スーパーコーヒー。アメリカはですね、エナジードリンクあるじゃないですか。あ、じゃあ。レッドブルだったりとか、モンスターとか。アメリカはね、このコーヒーもエナジードリンク化されてるんですね。うん、これエナドリなの？Tired of unhealthy energy drink?We removed the negative and added the positives! 不健康なエナジードリンクはもう疲れましたか？ネガティブな食材を抜いてポジティブなものだけをつけました！へぇー。いわゆるレッドブルみたいな、ああいう。そう。薬品っぽいものじゃなく、いいものを足したエナジードリンクだよと。で、シュガーも 0g、ナッシングアーティフィシャル。うん。人工甘味料ゼロ。え、なのにスイート&クリーミー。モカ味だからさ、チョコレート風の甘いコーヒー。スイート&ウィズモンクフルーツって書いてあるよ。モンクフルーツって何なんだろう、これ。モンクフルーツはね、ラカンか。あー、大丈夫な砂糖ね。大丈夫な砂糖ね。一缶で80キロカロリーだって、これは。良心的。うん。開けていいですか？どうぞ。何色なのかも想像できないけど。ね。いきますよ。おおー、思ったよりコーヒー牛乳みたいな色っていうか。そうね。確かに。なんか俺勝手に炭酸かと思ってたけど。あ、そうね。炭酸じゃないね。エナジードリンクって炭酸のイメージめっちゃある。ね。結構甘い匂いするけどね。じゃあいただきます。美味しい。おー、あー、あー、え、ちょっと待ってよ、二人のリアクション。なんかプロテインの甘さだ。あー、わかる。でも飲むが飲むほど美味しくなくなってきたわ。後味変じゃね。うん、甘いっていうか、何これ。あのね、口に最初入った時はプロテインのココア味なんだけど、もう飲み終わってなくなった後の口の中は独特、なんか、鉄っぽい味がしない。なんか苦いような、甘いような、なんかスースーするような。最初私口に入れた瞬間すごい美味しいって思ったの、うんうん、チョコレートの風味が。後味がね、ちょっと元気がなくなってきて。正直これちょっと、微妙。モンスターの方がいいわ。モンスターの方がいいね、うん、残念でしたが、はい、ちょっとイマイチでしたね、はい、では、ちょっと気を取り直しまして、次、マウンテンデュー。これね、見たことはある。あ、その程度。うん、なんなら。うん、俺飲んだことない。俺ない。あら、ある。これは美味しいよ。多分ある。 あるんだ、うん、うちの自販機売ってるけど。あ、自販機持ってらっしゃる。玄関のところに置いてます。カタカナで書いてるぐらいだから、やっぱ日本で普通に売ってるんだろうね、うん、レモン、ライム風味の微炭酸飲料。セブンアップと一緒じゃん ね。そうだね。でも味は違うよ。美味しいって言うと思う。マジ？私の予想。山ちゃん一口で終わる。黄色い。なんかマッチみたい。うん。いただきます。いただきます。セブンアップより俺こっちの方が好き。こっちのが俺も好きかも。なんか蜂蜜っぽい味しない？ちょっと。ああ、わかる。なんかただのレモンとライムだけじゃないよね。うん。さっきのセブンアップの方がレモンとライムの感じでしたね。なんかアメリカってさ、炭酸弱いの？なんか強いイメージあるけどね。むしろね。いやでも強い飲み物は強いよ。あ、そっか。全体的に弱いってわけじゃないと思う。なんかすごい不健康っていう感じがする、これは。飲んでて。いわゆる不健康ドリンク。いわゆる不健康ドリンク。やめた方がいいって俺ら。商品紹介する。でもこれは別に売り出したわけじゃないからね、これを。そうだね。正直なこと言うと。それはそうだね。だけど、ぬめりは良くなる。でも、今日一甘ぬめりはある。でも、美味しい。嫌な甘ぬめりじゃない。嫌なんだよ。いい甘ぬめり。
勝てないのよ、甘ぬめに。もういいですけど。セブンアップとかよりは、リアルゴールドとか、デカビタ、ああいうのにちょっと近い味があるもの。なんかセブンアップよりは、こっちの方がなんか好みだったな、うん、我々のテンションもちょっと高い気がする。そうだね、そうだね。ちょっともう一回セブンアップ飲んで。今結構テンション上がってきたから、ね、そうちゃんとこの乗ってきたからさ、ね、いただきます。次行きましょう。次行こうか。次ドクターペッパー。2種類あるの？普通のやつとチェリー味もあるんですね。あ、そうなんだ。どっちもメジャーなの？結構どっちもメジャーですね。どっちもね、関西の方が。チェリー味ってね、あのよくあるのよ、アメリカに。好きだよね。コカ・コーラのチェリー味とかもありますからね、よく。ドクターペッパーって結構さ、苦手な人多いよね。ああ、多いね。うん、独特だもんね、うん、風味が。コーラみたいな感じよな、一応ポジション的には。いや、コーラよりは人気ない。あ、人気ない。正直、うん、そうね、好き嫌い分かれる。どちらかというとなんかルートビア的な。うん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 。飲んでみましょうか。飲んでみよう。うん、なんかさ、ちょっと赤いかなと思うんだけど。そうあるあるある。コーラとかよりある。いただきます。匂いが違うね、全然。うんうん、美味しい。これ今普通の方じゃん、うん、チェリー的な味しない？すでに。はい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 。なにこれ、なんか、うん、アメリカのチェリーの味ね。うんうん、この前のルートビアっぽさはちょっとあるね。若干薬の抜けるというか、なんかさ、ドクターペッパーってさ、名前も良くなくないの？人の名前から来てるって、チャールズ・ペッパー博士が関わってた。関わってたんだ。そう、まあまあ、癖はありますが、うん、いいですよ、美味しいですよ。美味しいよりに入れていただけますか？あ、全然美味しいよりに入れていただけますか？まあまあまあ、まだありますから。チェリー味、こっちがだって。こっちが本命なの？やっぱこっちの方が飲んだことないでしょ。だってこれですらもうね、チェリーを感じちゃってるわけだから、うん、まあ、すごいよこれは。そうだよ、うん、ドクターペッパーいい音するね。いい音するね、うん、ちょっと待って。はい。どうぞ。色がなんか、なんか赤いね。めっちゃ赤いわ。ワインなのかみたいな、うんうん、思うぐらいに赤い。そういう赤さだね。なんかもっといるよね。まあ、もっといるよね。それぐらいでもいいよ、正直。いや、もっといこうよ。赤いですね、本当に。これは、うん、赤いね、うん、匂いは、まあ、ちょっとチェリー感増した。うん、でも同じような感じだね。いただきます。あー、ほとんど同じ味。近いけど、でもやっぱチェリーちょっと増してる感じがするんだよね。感じだろこれだよ。ああ、まあ確かにやっぱ若干増してるわ。増してるわ、チェリー。ノーマルとチェリー味を作るっつって、もともとチェリー味じゃねって思うんだよ、うん、やっぱチェリー味を飲んだ結果、やっぱこれってチェリー味だったんだって思うっていうか、うん、これで2種類作るんだって思った。確かにこっちの方が後味が甘い。こっちの方が飲みやすい気がする。マジで似てる。確かにこっちの方が薄いわ、後味が、うんうん、もう全部酷評。皆さん、これ飲み始めてからネガティブな話が出てませんか？期待しちゃったんだよね。それでも俺らが悪いね。求めすぎた、うん、等身大の彼を評価してあげられなかった、うん、アメリカでも、うん、チェリー味ってなると、うん、そうね、いるんですよ、チェリー味販売が。それで言うとだからドクターペッパーもともとチェリー味なんだよなって思うね。言ってやってくれ。これはチェリー味ですよ。言っときますけど。大体ファッションで言ってる人も多いからさ。ああ、なるほど。それはチェリーなんか飲まないんだぞ。みたいな。まあ、そういうね、捉える人もいるとね。ドクターペッパー。はい、ドクターペッパーさんでした。ありがとうございました。最後、これがもうね、期待のエース。ゲイタレード。何これ。こちらですよ。ゲイタレードって覚えてないですか？我々子供の頃はあったよね。サッカーやってたからさ、うん、ゲータレード持ってきてる人とかいたよ。どうやらゲータレードってアメリカではもうトップ中トップなんでしょ。そうです。アクエリアス、ポカリクラス、ナンバーワン、スポドリ。日本のゲータレードって確かそのポカリみたいな見た目だったんだよ。ちょっと白っぽい透明みたいな。なんか俺黄色かったイメージがあるな。それはなんか多分なんか盛られてたね、薬を。いや、それこそ粉で作ってた時とかあったの。でも絵の具入れるから。誰に。アメリカのゲイタレードはめっちゃカラフルなんだよね。黄色とか青とか。一応今回それを取り寄せたと。ただその、うん、液体の状態のゲイタレードはね、買えなかったんですよ。粉のやつは買えたので、うん、ちょっとそれを、アメリカから直送してもらって、うん、っていう感じでございます。はい、飲んでみましょうか。はい、OK、開けますよ。
うわもう粉が舞ってる。あでもこの匂いは、これはゲイトレイだわ。匂いはもうピカイチ。ピカイチ。匂いは確かに爽やかって感じだね、うん、これはさ、割るんでしょ。そう、1スクープに対して32オンス3分の1スクープで12オンス入れてくださいということで、12オンスですから、はい、12オンスですね。何が分かったんでしょうか。イケアの匂いがする。イケア、それで匂いが分かる。粉の方に鼻を近づく。これ3分の1ってなんかラインがあるとかじゃない？あ、でも全くない。ない。フィーリングでやんなきゃね。こんなもんか？うん、ぽいけどね。じゃあこれ入れますね。はい。水入れますよ。はい。うわぁ混ぜるね。ちょっと怖いわ、なんかちょっと。飲んでみますか。すごいな。いただきます。スポーツドリンクだからね、これは。ああ、はいはいはい、懐かしい。これ持ってる味と違うんだけど。どう？俺が知ってるのとも違う。違うよね、うん、駄菓子の味しない。なんかラムネとかね、うん、の味するね。アメリカのゲータレードって言ったらこの味なの。うん、アメリカで飲んだ液体状で売られてるやつと、うん、ほぼ一緒。でもあのスポーツドリンク感はあるね。日本のスポーツドリンクと思って飲むとちょっと違和感がある味かも。なんかすごくスッキリはしてる。そうだね、あんまり甘くないね。そうだね。ゲータレードってすごくいろんな味があるからさ、うん、色によって味が変わるからさ、味が好きで飲むみたいなのは全然あるんだよね。ああ、スポーツしてなくても。そうそうそう、なんとなくアメリカの方がソフトドリンク化してるというか、エンジョイのために飲むみたいな。美味しくない？これはこれで、うん、他の味もね、アマゾンにはありそう。オレンジ味とか黄緑みたいなのとか。何度も言ってあれだけど、俺が飲んだゲータレードは黄色かったのよ。レモンみたいな味だったもん。へえ。俺が知ってるゲータレードは、うん、いいと思いました。なんかでこれ美味しかったね。ということで、では恒例のと言いますか、いいですよ、どれが良かったかっていうランキングをつけましょうよ。一応じゃあビリも考えてください。ビリもいいよ。ビリも考えてね。美味しさだよ、美味しさ。美味しいの3つ選ぶってこと。上位3つを3つ美味しいのを選ぶのかないみたいな反応するのやめてよ。では3位から、はい、せーの、これ山ちゃんがドクターペッパーノーマル、うん、で私とケビンがゲータレード。一致しましたね。一致しましたね。そこそこ美味しいな。うん、山ちゃんは正直どれでも良かったんだけどさ、今もともともないこと言い始めたり。この4つだったらまあどれも変わんなかったんだけど。あ、そうなの。でもまあ一番これがね、飲みやすかったかな。あ、なるほど。なんか変な味よくないけど、うん、チェリーの味とかさ、ちょっとスパイスパー味がするから、うん、甘さが一番こう確かに和らいでいたというか。じゃあ2位いきましょうよ。はい、せーの、分かれたね。ケビンがクランベリー、はい、で私がマウンテンデューで、うん、山ちゃんがデータレード。じゃあ1位いきましょうか。はい、せーの、お、山ちゃんと私がクランベリー、うん、ケビンがマウンテンデュー、はい、1位はこれかな。そうだ ね、 うだね。クランベリーが素晴らしい。最初にやっぱりマックスが来ちゃった、うん、じゃあこいつが、ね、総合2位だね。総合2位こっちだわ。最後のエキシビジョンということで、うん、本当にビリね。本当にビリ、味的にね。本当にビリ。せーの、おお、やっぱこれね。あれがダントツ。美味しくないってなったんです。そうだね。他のはね、まずいって感じじゃないんだよね、うん、この2つがやっぱりトップに輝きましたということで、うん、美味しかったでございます。はい、ではこの動画が面白いと思った方、ぜひ高評価お願いします。チャンネル登録も合わせてお願いします。じゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。結局そのさっぱり系を選んでしまうというか、一番アメリカっぽくない順だったかも。それがね、出てたよ。出ちゃってたね。ランキングに出てた。てか、ケビンも出てたじゃん。でもこれ1位だったから、俺。そうか。俺、マウンテンで1位だよ。確かにそうだ。でも、ここら辺もだってランキングに入っちゃってる。まあね。